このスバ。リン、大変なことになっちまった。大変なこと？ああ、実はうっかり馬車で人を跳ねちまって、今日中に示談金を用意しないと俺は牢屋にぶち込まれちまう。だが手元には金がねえんだ。ってことで仲間を助けると思って金貸してくれ。いや、パーティーの仲間がこんなに困ってんだぞ。それを見てお前はどう思うんだ。ああ、大変そうね。それだけかよ。もっとあるだろう。財布ごとお金を渡すとかさ。馬車で人を跳ねたって嘘でしょ。そんな嘘で人を騙してお金を借りようなんて言語道断よ。じゃあ本当のことを言うよ。実はキースのやつがクエスト中に大怪我を負って。キースならさっき会ったけど。じゃなくてだな、テイラーのやつが急に腹痛で。一緒に昼食取った時は平気そうだったわよ。どうせまたギャンブルで失敗してすっからかになったんじゃないの。さすがは俺の仲間、よくわかってるじゃねえか。偉そうに言わないで。もうあんたね、もう少し真面目にならないと信用失うわよ。知るか、今俺が欲しいもんは信用よりも金だ。頼むリン。だが断る。そんなこと言うなよ。お願いリン様、次のクエストの時は俺の取り分を全部やるから。まったく仕方ないわね、特別よ。おお、リン、お前は最高の女だ。調子いいんだから、次のクエストの報酬は絶対にもらうからね。それとこれまでのツケも忘れないでよ。もちろんだぜ、うまくいけば今日中に色つけて返してやる。あー、またいつもみたいにギャンブルで大負けするんだろうな。お、ルナさん見てたの？恥ずかしいところを見られちゃったわね。ダストさんも懲りませんよね。私もいつもセクハラされそうになりますし。まあ懲りないって意味では私も人のこと言えないけどね。何度言われてもついついお金貸しちゃうし。ダメだな、もっとちゃんと叱ってやんないと。失礼だとは思いますけど、どうしてダストさんと一緒にパーティーを組んでるんですか？放っておけないからかな。弟みたいなもんだしね。もしくは腐れ縁っていうの？今さら切っても切れないっていうか。それにあいつ、ああ見えてたまにはいいところもあるのよ。意外と仲間思いだったりもするし、いっつも好き勝手してるけど、いざ戦闘になると頼りになる場面も結構あるしさ。いい人ですね。いい人って言い切れるかはわかんないけどね。いえ、いい人っていうのはダストさんでなくリンさんのことですよ。え、あ、私？そうかな。優しくて素敵だと思います。なんだか照れくさいな。私はただバカな弟を放っておけないだけで。リン、聞いてくれリン、次のレースこそ絶対に勝てるはずなんだ。月の流れをだんだんとこっちに来てる。倍にして返すから、もう少しだけお金を何とぞ。ルナさん、ごめん、全言撤回するわ。次こそ必ず来るはずだ。あとほんの5000エリスばかし貸してくれりゃ確実に。ダメに決まってるでしょ、さっき貸したばっかりじゃない。つれないこと言うなよ。頼むよ、この通りお願いします。断固拒否。ねえルナさん、難易度が一番高いクエストを教えて。一人で行かせてお金を稼ぐことの大変さを学んでもらわなきゃ。そんな、
勘弁してください、リーン様。勘弁しない。これ以上バカの面倒は見切れないわよ。